皆さんこんにちは、桜餅寛太です。まずは今回の本編に登場する部隊と、ハッチケツという今回使用する兵器の説明の方をちょっとさせていただきたいと思います。まず場所はここですね、こちら、ここからまっすぐ進んだここです。この隙間のところに敵の拠点が作られておりました。ここを攻めます、今回で。ここを攻めるにあたって一番最初に使用するのが通称ハッチケツ、作り方はいろいろあるんですけれども、こんな感じでハッチ台、これですね、巨大な金属のハッチ、これを使用して、ケツァルコアトルスの上を覆う、上が幅がちょっといくらか違うパターンとかもいろいろあるんですけども、おおむね共通しているのがケツァルコアトルスの上部分をハッチ台を使って覆っているということです。通常タレットがこのように置いてあったとして、ちょっとこれ首垂れてるんですよ、これが動いてると仮定してね。普通はこんな感じで近づいていけばタレットは撃ちます、撃っていきます。だけどこのハッチケツ、このハッチがついていると、こいつが、障害物となってケツァルを撃たなくなるんですよね。この性質を利用してなるべく近づいて C4 等を使って爆破していくというやり方があるんですね。今回の動画の最初の方ではそういうやり方を使っています。というわけで本編どうぞ。よいしょ、よーし、いきますか。さあどうだ、撃たない、撃った、撃たないでください。ちょっと撃ってるんだよな。ちょっと撃ってますね、上のヘビタレが。首がカクカクって言われてる。なるほどね。ログインして出してエラウンドしたから。はあるかもしれない。こんなもんかな。これで降りて、グラントウィックスがいますよ。設置できねえな。もやし、そんなもんか。もうちょい前出るか。ヘルスがもう半分近く。あ、ロケラ撃たれた。あ、ロケラ撃たれた、撃たれた、撃たれた。あ、引っかかってる、引っかかってる、引っかかってる、引っかかって前に進めねえ。バン、よしげら、よいしょ。壊れてる。あそこだ。自分で壊してるな。自分であそこ壊したな。とりあえず。どこだろう、今回。ヘビタレが1個壊れた、これで。ベロベロの出てきた。ベロのか。もうあれだわ。ヘルス、だいぶないわ。そして前のハッチ台がなくなった。さあ、2人いるか。お、お、2人いたら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 、いきますよ、近づいて。お願いします、バトルタルタル、結構いくかな。いいえ、
見えねえな。見えねえ。もう半分だな、ヘルス。ケツのヘルス大丈夫ですか？あ、ちょっと乗れそう。あ、なんか絡まってる、なんか絡まってる。あー、もう引いた方がいい、もう引いた方がいい。引いた方がいい、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 引いた方がいい。これはもう大丈夫だ。何が起きた？落ちたー。もうヘルス残り4600。俺全然弾受けられなかったな。僕はね、じゃあ一心に受けた。あんたさんめっちゃ受けてましたね。一心に受けたね。すごい削れるな。左側の方も多分当たってると思うな。あ、壊れた壊れた。壊れたよ。右側は再演に当たってるけど、あれはいいのか。多分再演にだいぶダメージ入ってるから。壊れた。俺もギア持ってます。ワイバーンの上からギアって打ってワイバーンに当たらないんですか？なんか前回のゲームオーバーの拠点抜きに行った時に全部ワイバーンに当たってたから自分で。全然見えねえわ。いいね。いいね。だいぶ今大丈夫。なんか引っかかってたな。これで多分大丈夫。チェッツは大丈夫そうですか？僕は大丈夫。ちょっとショクタレたまに受けてるけど、うん、ちょっとまだこのショクタレだなっていう。まだ乗れないな。見えんな、これ。ちょっと待ってよ。そのままそのままそのまま。あ、はい。いい、あ、いいよ。タクルさんはいいよ。タクルさんは。ヒッポ振るね。当たってる。とりあえず一歩。どうだこれ。どうだ。どうだ。カウパ。おら。あ、1個壊れた、1個壊れた。いけいけ、ナイスナイス。ナイスナイスナイス。これもいけるか。ほい。タクロさんもちょっと前出れそう。前ちょっと動いてみて。何も見えない。ドーン。うわ、いった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 。いったか。あ、なんかめっちゃ壊れた。これで左に行って、さらに左に。あ、なんか、あれ、落ちたぞ。自分のが下がったけ、まず行きます。降りるね、1回降りるね、じゃあ。落ちたし。はい。手前の方が壊れた。下がります、下がります、下がります。あの、建築が壊れたね、これ。ステゴの、ステゴじゃなくてケツの。あれ、なんか取り残されたのか。あれ、二両弁とこにワイパーズみたい。あ、そっかそっか、じゃあいいか。後で救い出してもらえば。落下した落下した。なんか結構壊れた。でも今結構良かったけど。なんかすごい良かったよ。結構爆破したような気はした。気がしてる俺も。ちょっと疲れて。あ、コンセントは見えた。しまった、望遠鏡持ってねえや。あれじゃない、あのステゴで行けるんだ。あ、でも、あ、これさ、もう別にでも普通にさ近づいてもらってロケランドン行ってもいいかもしれない。あの上のとこ、右の上、右上ね。オッケー。ちょっと方向だけ変えとこうかな。これか。よし、あ、いた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 。大丈夫？あ、なんか落ちそう。大丈夫かな。いいよ。ちょっとずつ斜め上に上がっていきますよ。オッケー。あー、テレビタックルさんがだな。あー、もうこの崖に当たっちゃう。あ、でも下がればいい。あー、前に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 。ステゴ的には前に。お、全然でも打たねえぞ。え、全然打ってる、全然痛くない。上がっていきますよ。ちょっと難しい。ちょっと上がりますよ。いいよ。いや、でもこれみんながロケランってやってる。あ、そっちが打ってるのか。もうちょいかな、もうちょいかな。あ、やばい、燃やすな。燃やすんじゃない。一旦火やすんてか、もう止まったんじゃない。止まってるんだけど。止まってるよ、撃たれてない。撃ってない、撃ってない。弾抜けてる。加藤さんも弾抜けたと思う。上陸、上陸ってリアが。ここね、ちょ壊すわ、じゃあ壊すわ。あ、乗った。ナイスナイスナイス。ロケラン打ってみりゃいいんだよ。うん、ロケランで壊すわ、それ一旦。いや、違う、絶対チュールする。弾入ってればロケラン打つから。ダーン。あ、まだ入ってない。ちょっともう壊すわ、ここ。ドーン。お願いします。ナイスー。もうちょい。あ、ちょっと。俺の画面見たらいいよ。えい。
今めっちゃいい感じで食わせてるわ。うちのステゴリもなんかダメージ入ってそうな感じがあるが入ってそうだけど、たたたたたたフォージ側に打たれる。なかなか土台壊れねえな。やっぱ三角土台といえど、そうか、ロープさんってないんだな。ここはないね。1800えい、これは来たでしょ。これも随時じゃあみんな連れてくればいい。オッケー、ここも上陸できるよ。多分一応左側まで乗ってるんで、あーそうね、ここから乗り込める。右もあるね。右は右で工事もあるし、タックルさんもうちょい上に上がれるか。あ、待ってくださいね。タックルさんがちょっと、あ、タックルさん、あ、いい、あ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 、上に、そのまま上に、そのまま上に、ちょっと左側に行ってもらって上がりますね、ちょっと上がりますね、上に。はい、ちょっとはい、あ、前に進んでは、あ、発電機さえやってくれるわ。あー、落ちたー、落ちたー、上がりますよ。はい、おお、いった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 、上陸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 。え、結構ちょっと下げて、下げてもらっていいですか。ちょっと下げてもらっていいですか。下げるよ、ちょっと待ってよ。はい、あー、いい、下げました。あー、まあ、いや、これに行ける自分で。あ、待って、あげるナイス。さようならベロナたち。待って、何も見えね、何も見えね。動ける、直たれで何も見えね。俺の画面見て、道を開けてくれ。右側にが、そうそうそう、その上から旅行の方に飛べない。ちょっとなんか焦ってる、するとやばい。右から回って、よしよし、中まで入れた、中まで入れた。ナイス。あ、ぶらぶら、撃たれてる、撃たれてる。オッケー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 。ガトーみたいな、ここに入って、向かいに右っといた方がいいな。パンタさん、さて、いる。あー、まあいいかな、とりあえず大丈夫よ。あめて殺してるぞ。はい、落ちたんじゃない。落ちた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 。オッケー。あとは食タレっすか。ちょっとベッドだけ吹っ飛ばしとくわ。ナイス。一気に一番端っこにあるタレットがまだ生きてるな。そて、そた、オッケー、落ちた落ちた。食タレをステウで、あ、くばくも持ってくか、なんか武器持って。あー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 、オールが、スノーオールが、すごいな。こっちにもいるな。うちのオーリオいいんじゃない。燃やされた。こういうぐらい入ってる。よいしょ。よいしょ。冷蔵庫にベロナの、あ、133か。あ、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 レフ。生物いっぱい見つけた。お、ナイスナイス。生物いっぱい見つけた。血液バッグも見つけた。まあ、ナパさん、ケツァル、ケツァルが、ちょっと待ってください、ケツァルが、ナパさん呼んでる、なんか。はい、誰かお呼び。ナパさん、これちょっと、羽ばたき止められる。いらん。スロスロ、名前がついてる、スロスロ。あかん、もう、もう小包みで何かわかんねえ。アリダオさん、ちょっと、最後に持ってもらっていいですか。はい。誰か迎えに来て。俺ちょっと重いかな。